2022年2月22日火曜、エグマン車内温度が12度、外気温は11度、外気温計が間違ってると思います。鶴岡市にある羽黒山スキー場に行ったんですが、ちょっと天候があんまし良くなかったんで、返して水盤がもうすごい汚れてます。汚いなこれ。ああ汚い、ああすげえ汚いな。雪道走るとすごい汚くなります。ああ汚い。ああ火がちらちら舞っています。雪の階段ができてます。いやーすごいとこ来ちゃった。うぅ、もう気をつけないと滑りそうです。橋だ。
二股に分かれてるけど、どっちに行こうかな。こっちに行こうか。あそこに五重の塔が見えます。割と早く来れました。入り口から10分ぐらいで五重の塔がありました。あー綺麗だな。雪が、屋根に雪が積もってます。あーここにもう杉の大木が、ああすげえ、大きいぞこれ。いや大きいぞ。五重の塔、来ました。結構綺麗だな。屋根に雪が積もってます。綺麗だなこれ。結構何百年って経ってる建造物です。色は古い色のままです。すごい綺麗だなこれ。すごい貫禄がありますね。木がなんか大理石のようですごいです。わあすげえなこれ。いやすごいものを見てしまった。すごいなこれは。すごい。無事に家まで帰りますように。はい、正面から五重の塔を見たところです。すごい綺麗です。雪がちらちら舞っています。
屋根に雪が1メートルぐらい積もってるんじゃないのかな。しかしこの豪雪地帯でよく屋根に雪が穴積もって何百年も壊れないもんだな。すごいな。国宝羽黒山五重塔。